清水草一は、東京都新宿区出身杉並区在住の自動車、評論家、交通ジャーナリスト、フリーライター、書籍編集者。ペンネームの清水草一名義のほか、MJ、ブロンディ、AF クランプ、清水草一という名義も用いる。日本文芸家協会会員。小説家の清水一行の長男として、東京都新宿区聖母病院にて生まれる。 慶応義塾高校から慶応義塾大学法学部卒業後、1984年に修営者に入社、週刊プレイボーイ編集部グラビア班から活版班、自動車担当を務めるが、野球、ファミコン、オカルト、社会風俗、鉄道、選手などの担当も務め、記事の執筆も行い、1989年から1993年はレースにも参戦した。 1993年11月に集英者を退社、独立。週刊プレイボーイに当時ゴルフ漫画を連載していた池澤聡氏にサーキットの狼ツーモデナの件の執筆を依頼。編集を担当していた1989年に新大梅街道でフェラーリテスタロッサを運転させてもらったことで大乗フェラーリ教に開岸し、自ら大乗フェラーリ教競祖。 大乗フェラーリ協会層を名乗る。1993年には赤い348トンビーを購入。就営社を辞め独立の際、ペンネームの清水草一は池沢が考案した。近年は2005年11月に自らが起こした、編集プロダクション、有限会社、フォッケウルフの代表取締役社長を務めるほか、テリー伊藤との協調、間違いっぱなしの車選びシリーズで、 それぞれ独自の視点から車を評価している。また清水がフェラーリを購入したショップ、ナイトインターナショナルの代表取締役、店長の絵の店の著書、フェラーリを仙台売った男の編集者も務めた。なお、コーナーストーンズの店内には、大乗フェラーリ教の祭壇があり、営業中は誰でも参拝することができる。一方で、日本道路公団の民営化問題に橋を発する。 日本の高速道路建設問題にも独自の視点から取り組み2000年には首都高はなぜ渋滞するのか2002年にはこの高速道路はいらない高速道路構造改革試案を出版著者本人のコメントによれば建設省内の書店では一時売れ行き1位に輝いたという乗り物ニュースでは首都高研究家として連載しておりこの肩書きで テレビ番組のうち村プロデュースやダウンタウンデラックスへの出演経験もある。自民党政権が発した休日特別割引や民主党政権の高速道路無料化案は渋滞による経済損失を理由に否定的な考えである。ただし、完全に反対しているわけではなく、交通量配分に適した5段階による ETC 割引を提案している。鉄道にも造形が深く、 編集者時代には、週刊プレイボーイ紙で、鉄道関連の記事を取り上げた。独立後も、ベストカー上で2005年に起きた JR、福知山線脱線事故について、車と鉄道との性格の違いを詳細に説明したり、また自身の HP で、新幹線0系電車について取り上げている。協定雑誌、協定マクールの創刊にも関わっており、清水は、 同誌の編集を担当する編集プロダクション株式会社マクールの創立メンバーの一人であった。ありがとうございます。